ということでね、編集点も作りましたけど、あれサブチャンになったとき本当さっきまですっきり雨だったんですよ。で今ね、まあ、先にもうサブチャンまで見ていただいてるね、熱心な視聴者様には言っちゃいます、この後やる企画で、京都丹後鉄道完全、ターミナル駅、完全制覇の旅っていう、シリーズが始まります。ゆらさんね、観光のゆらさんのラッピング列車ね、ゆら号に乗って、京都丹後鉄道をゆらゆら巡りながらターミナル駅を制覇しようという、お手軽企画なんですけどね、諸事情でね、その列車に乗るのにね、朝の5時59分に網の駅っていうところに行かないといけないっていうね、超標高に行って朝の5時59分、網野っていうのがね、その京丹後市っていうところです。まあ詳しくはね、その本編でね、後日上がります。多分こっちの方を先に切り抜いて作って、なんとか動画の、投稿をね、キープできるように、対応すると思うんですけど、いやー大変だぞこれ、大変だこれ、さあってことでね、その本編撮ってた時すっごい雨だったんですけどね、今もうだいぶ落ち着きましたね。ここそうか、ちょっと上りなんですけど、さあってことでね、近況なんか話しながらね、やっていけたらなと思ってますよ。サブチャン用ですけど、ああやべえ、開始10分で喉枯れたんだけど、もうすごい雨だったんで、めちゃくちゃ声張ってましたからね今。あとあれですね、久しぶりに最近そんなしゃべね、でかい声出すことがなかったんで、ちょっと喉使って喋っちゃったんでね、軽く喉いっちゃいましたね。そう、鼻から声出してないですね、例えばね、数時間ぐらいね、わーってね、やっとっても大丈夫なんですけど、出ないときついですね。もう鈴戸入った頃にはだいぶ全然雨も落ち着いてますね。で一応工程としては、その京丹後市なんで、その京都って言ってもそのちょいちょい行っとるね、京都の、いわゆる京都市の、ところからだいぶ離れてまして、いや京都市ってその京都の中でもだいぶ南側なんですよね、うん、まあ、もっと南に行ったらね、戸塚川村ですかね、戸塚川村ならの南だ、南山城村とかね、あの辺りはね、あとなんだ、木津川か、ね、なんかがあったりしますけど、そう言うて京都結構広いんで、その今回行くのはまさに丹後地方の方なんで、網野駅ってもだいぶ天の橋立てからさらにもっと丹後半島の奥の方に行ったような感じのところみたいですね。本当行ったことないですね、網野駅は。途中でコンビニ寄ろうと思ってたんですけど、本当にすごい雨だったんでね、本当信じられない、さっきまでの雨が。どうしような、新名神使っていくんで、京都なんでね、全然そっちの方が早いですから、新名神使うってなると、やっぱあそこのサービスエリアに寄るのが一番かな。港月か、あ、港口ね、港口のこうところかな。ちなみに本編で使ってもいいんだけど、まあ、一回こっちで使っとくか。どんだけだったっけな、3時間ぐらいって予想で出てたかな、その3時間、3
いかな、一応ナビでちゃんと入れたらそれぐらいで出てきてたんで、多分、ただ3時間ってなってくると道中多分休憩挟まんとさすがにきついと思うんで、それまでねちょっと早めの時間に出てます。3時間半で、まあ、ですから2時過ぎに出たら間に合いますよっていうような予想にはなってたんですけどね。さあ、案内も出ましたけどね、大阪方面行くときはね、名阪国道とさ、どっちにしようかなっていうふうになりますけども、京都だとこれはもう、新名神一択ですね。で、やっぱ上道使うメリットっていうと、やっぱ京都の方のがメリット大きいですよね。大阪もやっぱりそれを使った方のが楽ですけどね、全然。あと大阪だったら、もう行くんだったらね、特に中心部の方とか行くんだったら、もう絶対もう電車の方がいいですからね。特に、ね、四日市でしたら、近鉄でね、一本で行けますからね、乗り換えなしで、大阪ナンバーのね、中心部に行けちゃいますからね。しましょう。行ってみましょう。ということでこちらがですね、京都大阪方面で、ここからねぐいっと曲がって。まあ、時間も時間ですからね、12時ですからね、さあ、でここから80キロ制限ね、制限速度よしと、そう、ね、示唆証拠とかもね、なんか細かい人が見たらね、ちゃんとなあやらんのかとかってね、突っ込みが入りそうでね、怖いんですけどね、まあ、綺麗なところをね、ある程度やってくるようにしてくるんですけどね、そのやっぱ、ドライブ動画上げるときは、一番特にこの前写しながらやってるときはね、ネックになってくるのはそのあたりですよね、道交法絡みのところ、のところで、やっぱしその、100% ルール通りにね、まあもちろんやれるようにね、頑張ってるわけですけど、やっぱ、動画でね、見てると、ちょっと、今の信号はギリギリやったかなとかっていうところとかはね、放送かけるとまたね、叩かれるとか、今のタイミングだったら止まらないとダメじゃないですかとかってね、これもある程度そのルールで決まってるところもありますけど、結構特に信号のその切り替わりのところとかはね、やっぱし、まあ、特に画面通して見るとね、実際運転してる以上に、今の止まれるだろうっていう感覚で見えるんですよね。それはあるんで、多少そのあたりの誤差はね、ご容赦いただきたいと思うんですけど、なかなかね、いや、それは安全運転もね、その心出さないといけないね、そういった、模範的な、ねドライバーであるべきではないのかってね、YouTube でその上げる人はね、とかっていうようなこととかもね、やっぱ厳しい人めちゃくちゃ言うんで、ただ、一番厳しい、こういう時によくあるのが、一番厳しい人に合わせましょうよってね、そうすれば一番安心安全な動画が撮れますよって言うんですけど、一番厳しい人に合わせたら、多分ね、動画撮れねえんですもん、もう。あんまりにもね、やっぱしね、めちゃくちゃ厳しい人ってめちゃくちゃ厳しいですからね。
ね、これがね、すごく分かりにくいということで定評なの亀山のランプですね。まあ、これは本当に初見殺しにも程がありますからね。今はこっちが視線なのか、向こうが反対側のね、新四日市ジャンクションのところから、ずっと伸びてきているところが確か新名神なんですよね。本線って言ったらいいのかな。まあただ夜この辺り走っても何の変わり映えもない景色なんでね、それもあってね、ちょっとさすがにメインチャンネル使うにはね、さすがにどうかなと思ったんですけどね。あ、混んでる。あ、やっぱ向こう側からは、うわ、走ってるね。そうですね、あっちからショートカットできるようになって大きいですよね。ああいうタイミング怖いですからね。あ、そうか。もう一社線分かれてくるタイミングだったっけ。